前からね。さあお待たせいたしました、セカンドマッチの最終試合、ヌルゲーミング VS ジジニュータイプセカンド。さあ1対1で迎え、ブルーサイドヌルゲーミングから始まるダブルバンですけれども、さあここねグレーバンをしてきてのがヌルゲーミングだったんですけど、今回はどうするか。さあボーナスタイムじっくり使ってですけれども、さあスカーフバン、オメガのスカーフを封じれば勝てると。いやこの初手でバンするほどのあれですからね、スカーフ警戒ですからね。まあ確かにスカーフに本当に手が届いてない 1試合目だったので、一方的にもひたすらダメージをねスカーフから叩き出されていたので、確かに完封されていたというのは間違いないでしょう。まあ、それを取り上げて、まあ、もう消した形にしましたよね。さあそしてなんとファーストピックフィンですね。フィンですか。だいぶガラッと流れを変えてきた。ランスなんかも空いていたんですけれども、フィンの方が大切という評価ですね、ヌルゲーミング。これはブラックウェザーピックしてからのセレスバンとか、ブラック、まあ、何かしらブラックウェザープラス、あとはジャングルクリスタルレンジっていうのでフィン使ってるんで、そこを止めた方がいいと思いますが、ランスをピックしてからの高バンと、まあ、ここはもう本当に徹底していますね。まあ、ヌルゲーミング用のバンドピックになってますよね。タカを確実にバンをしてやろうと。さあそれに対してヌルゲーミングですけれども、まあ、ブラックウェザーバンすることもできますし、まだまだいろいろなところを、ね、バンすることはできます。プロテクトキャリーが警戒されているのであれば、リンゴやバロンなんかもね封じることできますから、ここでバーンするのも非常に面白い選択です。これ GG ニュータイプセカンドセレスを取り上げることも考えた方がいいと思いますね。さあクラルバーン、さあまずはクラルバーンです。となるとクラルが嫌なキャラクターだったとすると、やっぱりメレーですよね。まあ、メレー強力なクリスタルレンジヒーロー、そのどちらかを取りたい意思を感じますね。ですよね。まあ、フィンセレスを考えてるでしょうね、ヌルゲミングとしては。ジャングルセレス、キャリーブラックウェザーか、何かキャリーは 何かウェポンを組み合わせると。そうですね、ウェポンで、そしてメレーに対応できるヒーローを選んできそうですけれども、さあ GG ニューテープセカンド、ここ正念場、このセカンドピック、まあブラックフェザーは取らざるを得ないと言った方がいいでしょうね。取り上げてさ、ヌルゲーミング何を取りますかね。フィンを取っているのでセレスやサムエルなどといったジャングルの、まあ、クリスタルキャリーっていうのはほぼ確定だと思うんですけど。さあしかしここはまずケストレルを選んで、ケストレル取りますか。となるとジャングルの可能性も出てきますよね。ジャングルの可能性すら出てきますね、このケストレルは。次のピック次第かなと思いますが、さあ GG ニュータイプセカンドのお箱のロナを取ればね、メレーにもしっかり対応できる。グレイブなんかも空いていますし、そういった選択も考えられるが、なんとダブルレンジ。ダブルレンジ、リンゴとかバロンとかまだまだね、そのレンジに強いヒーロー取れますけれども、さあそれどうですかね、選んできますかね。飛び込む構成にした方がいいと思いますけどね。ちょっとケストレルセレス、しかもスカーフがいない、プロテクトキャリーができないので。確かにアサシン構成も悪くないですね。飛び込む構成の方がいいんじゃないかなと思いますね。さあとなるとどのヒーローになるかですね。カーバロンかボックスかで安定を取る。ボックスかもしくは後半強いダブルエンジン強いバロンかクリスタルリンゴかあたりですけど、どれもフィンが邪魔なんですよね、どれを取っても。そうですね、フィンが厄介なんですよね、どの。ボックス BF なんかにすると本当にフィン崩すの難しそうなんで、本当に尖らしていくしかなさそうに見えますけどね。まあ、フィンから倒すっていうのもいいと思いますが、さあしかし選んだのはクリスタルリンゴですね。さあクリスタルリンゴとなると、まあキャリーでリンゴを運用した方がいいかなと今回は思いますね。2発のウルトで終わらせるっていうわけにはちょっといかないと思うので、キャリーリンゴでしっかりとダメージを出す、膝蹴以外のダメージも期待した方がいいと思いますね。トライトカンパニーありますからね。問題は中盤ケストレルとセレス、とてつもなくタレットおるの早いですし、タレット前での攻防戦が強いので、ここをリンゴとブラックウェザーという2枚で、しかもウェポンのブラックウェザーで、確かに防ぐのは至難の技。最も、まあ、上が弱い構成の、ね、2枚が重なっていますけれども、まあ、そのスカーフをバンした理由としてやっぱりオメガに使わせたくないっていうところと、もう一つはウェーブ処理が早いっていうところですよね。まあ、そこを削って相手のウェーブ処理が早いキャラクターっていうのをなくして、
やはり中盤タレットを狙ってくるケストレルを中心にした構成にしてきたので、いやレートも強いですからね、かなり理にかなった構成に見えますね。最序盤もかといってじゃあ弱いかと言われればしっかりとダメージ自体は出るキャラクターたちなので、そうですね、ちょっとブラックウェザーの活躍と、あとはもうクリスタルリングを取ったとなると膝け、というところがかなり大事になってくる構成だと思うので、 GG ニュータイプセカンドがどうこの2枚をダブルレンジ、しかも壁のフィンっていうのを崩すかというところを注目してみたい試合だと思いますね。やはりこの構成ダブルレンジ構成だとね、リンゴの膝けを止めるっていうことはできないので、まあ打たせてしまうでしょうね、おそらく。なのでまあそこまでね、時間をしっかりと粘れれば勝機は見えるかもしれない一戦となっております。まあそのためにはやはり強力なセレスケストレルというねダブルレンジに対して、タレットのね上の戦い方を制していかないといけないという一戦でございます。さあお待たせいたしました、セカンドマッチの最終試合、ヌルゲーミング VS GG ニュータイプセカンド、試合スタートです。さあ始まりました、ブルーサイドがヌルゲーミング。アンケートの結果はさあ若干ヌルゲーミングが増えたか、これは 20%、さあこのままヌルゲーミング2戦目を取った勢いで制すことができるでしょうか。ソングハナのセレス非常に強力でした、非常にいい動きでしたね。さあ最初のエルダー、まあ当然やってくるか、セレスケストレル非常に強力ですからね。さあスーパーセルはこれは一つでスティールを狙っていかないといけない、タイミングはどうだ、ちょっと早い。さあここはしっかり獲得したらヌルゲーミングということになります。まあかなり難しいスティールだったと思いますね、一つに関しては取りやすいが、しかし、まあ、1回しかチャンスないですからね。序中盤はそこまで強くない構成ですから、まあ致し方ない部分もありますからね、ここは仕方ないでしょうか。さあ全員でリコールしましたね、これ面白い判断、全員リコールから買い物をして上に上がるというような動きです。さあこのリコールがどう影響を及ぼすか、まあ、よくあるパターンですとね、そのキャプテンだけ上に残ってだったりとか、一緒に上がってウェーブをプッシュするなんかの動きも感じますけれども、2人ともがレーンに上がってきましたね、全員上がりましたね。まだジャングル湧いてないですか、いやギリギリ当たっていない、当たってない。さあホライトカンパニーヒーリングフラスコなどもあるので、なかなかバーストが集まりませんね。いや当たってたらキルだったかもしれないですね、ファーストブラッドだったかもしれない。確かに当たってもおかしくない場所だったんですけど、ギリギリ当たってませんでしたね、ギリギリでしたね。さあそしてそうなるとローテーションの差的に2周目もこれはちょっと止められないですね。確かもとしさとがしっかりもらっているので、レーンの維持というところも楽なんですよね、 HP もエナジーも回復しますからね。としさとはまあ上もねしっかり対応できるというような状況が繰り返される。上中盤はやはりヌルゲーミングの時間帯でしょう。さあとなるとやはりセレスの強い時間帯も早めに来てしまいますから、それに備えて何かしらの動きというものを考えていかないといけません。さあここは引き気味のウェーブ状況。さあ3人が行くならば圧力をかけてタレットにも手をかけるようなと、そんなことを考えているのか、かなり圧力かけてきますね。いやこれ結構大きいミニオンウェーブになってますよ。フリーズレーンの状況を逆手に取った素晴らしい動き。さあだがそこまでタレットはねこの時間帯削れませんね。まあでも削れてるだけ十分と見た方がいいかもしれないですね。この後本番で削りに来るので、今予行練習くらいな感じでこんだけ削れるのは十分だと思いますね、成果としては。確かにこの後が怖い。さあオンポイントで取れるか、取りましたね。ポライトカンパニーなどもあったんですけれども、しっかり取りました。これで一方的にやられているわけではないというところを証明した。さあここでオンポイント間に合わないですね、射程的にここは難しかった。さあお金差はねほとんどない状況となっております。しっかりラスヒットも取ってますね、オメガ。そうですね、両チームともしっかりとラスヒット数も取れているので、まあ中盤戦ヌルゲーミングが一気に猛威を振るうところが注目になりそうですね、この試合。そこが本当に全てになってきていますので、上がってきましたね。さあまだ4分になっていませんけれども、さあここは一度プッシュして次の戦いに備えるリコールですね。さあこれで培養してサローができましたね、トシタと。さらにジャングル活性化で
フロストバーンまでは行きませんけれども、十分な装備が整ってきました。さあこれは戦えますよ、十分。そして再生の泉も積んで、さあムクは買い物させない動きですけれども、もう買い物した後ですからね、ここは無理に行きません、ヌルゲーミング。さあしのげるでしょうかね、ここから先が一番きつい時間帯ですからね。オメガもこれちょっと倍しておきたいですよね、本音としては。シャターグラスを持って、まあ、戦いに備えておきたいのが本音。ここはプッシュを返した後に、レーンを返した後にリコールしたいですね。さあ、まあ、タレットは現在、4分の1、いや3分の1と言ってもいいでしょう。十分削れてしまっていますからね。さあ買い物をしたいオメガは一度買い物、スーパーセルに任せます。さあ当然ね、早い段階でここは押してきますよね。さあシールドは残したままにしておきたいが、剥がれてしまう。さあ当然強引にタレットを狙っていくが、アキレスショットで返していく。一つは当たっていない、ミスになってしまうが、ムクも早いグループアップでここはなんとか守りたいが、だいぶ削れましたね、あの一連で半分以下までになってしまった。だいぶ削れている。耐えれるかこれは。さあムクが前線を張ることで近づけさせないような動きをできています。これでタレットに指1本触れさせていない。なんとか2ウェブ目はしのぎましたが、さあここからまだインフュージョンを飲むお金が2人ともありますが、はい、いやショップ横を狙っていた。そしてソングアナに膝け、しかしムクイーエが一瞬で遂げてしまった。すごいバーストでしたね。いやなんということでしょう、一瞬で溶けた。となるとこれファーストダレット厳しいですよ。これは献上せざるを得ないでしょうね。膝けソングハナに打ちましたけど、再生の泉ヒーリングフラスコによってほぼほぼ全開まで立ち直りましたね。まだ足りません火力が。さあファーストダレット悠々取ったのはヌルゲーミング。予想していた未来でしたけれども、まあ、下で当たるという判断は非常に良かったんですけどね。おおギリギリ、これはマリオ JPN 攻撃してしまったか。見つけたけど殴れなかったですかね、それか。さあ6分半という時間帯ですけれども、まあ、まだまだ GG ニュータイプセカンド我慢しなきゃダメでしょうね。まだ本領発揮しませんからね、ヌルゲーミング。あリンゴじゃ1個の武器じゃ戦えないので、まあ、まだまだそうですね。このあとセレスレベル8を迎えますし、ケストリルもインフュージョンをレディしているので、それを使ってガンガン押してくるでしょうから、フォーストアコードもう間もなくさあなりました。そしてクルシブルは全然ですね、まあ、オメガはそのために反射ブロックを持ちましたよね。先に相手の方が勝ってる時っていうのはだいたいクルシブル間に合わないので、1回目は。なるほど。さあそしてムク EA のビルドパスですが、かなり斬新な装備パスですね。まあ安くて火力をって感じのビルドになってますね。終盤が全てというところを意識したような装備ですけれども、いやしかし火力がとんでもない。さあなんとか一つ当てますけど、ガイシアが決められない。ミストにはまってしまった。さらにムクは苦しい。トシサトとの正面からのぶつかり合いはインフュージョン持っていますから、分が悪いですね。いやレベル差的に分かってますけど、インフュージョン差というところは大きく違いますからね。装備も全く違う。さあ金鉱山狙いますが、おっと膝けで、これはトシサトのようです。さあここは反射ブロックとなると誰も落とせない。さあ金鉱山も悠々と取られてしまった。厳しい状態が続いております。 GG ニュータイプセカンド、なんとか終盤まで粘れるか。これはお金差3計差になりましたね。かなり大きなお金差。セレスはまだ8レベルでない状況、さらにフォースアコードはまだ1回打っただけというような状況ですからね。さあお互いがお見合い状態だが、ヌルゲーミングの猛攻は止まりません。ここからタイランスモノクルも入る。また火力上がりますねこれで。ブラックフェザー前出れませんよこれ。やっとリンゴはクロックワークが出来上がったタイミングですね。さあこのシャタークロックワークも十分強いですが、この2人に対抗する手段としては、まだまだ乏しい状態。ポライトカンパニーに加えてヒーリングフラスコ、さらにクルーシブルもあると、一発の日だけでは本当にどうしようもないですよ。ないですね。しっかり殴れないとダメージは出ないと思うので、まあ、ウルターカレントも本音は欲しいですよね。さあまだまだ耐えの時間帯、 GG ニュータイプセカンド。いいですね。
4、セレスは8レベになったタイミングです。いろいろなものを警戒しないといけない。さあ、とんでもないダメージ、8レベインフュージョンの火力、セカンドタレット圏内だぞ。これはなんとか向く家は粘る。コースアコードは苦しむ。さあ、しかしこのケストレルのグリマショット、さらにセカンドタレット一瞬だ。やはり折れてしまう。ソーラストームはなんとかボディブロックしますが、日ざけもブロックされてしまう。当然勝てないこの時間帯。いや、予想以上の圧力ですね。これはかなり厳しい戦いになっている。逆に言うとヌルゲーミングがよく押せているという試合展開ですよね。うまいですね。どちらかの火力は必ず相手にぶつけるような、立ち位置を取っていますからね。ダレットを狙う役目と相手を引かせる役目というのをうまく分担しているのがいいですよね。セレスが相手を殴ればケストリルはタレットを殴るし、ケストリルが相手にグリマショットを打てばセレスがタレットを殴るという形が作れているので、タレットを削りつつも相手にダメージを与えて下がらせることもできているので、非常に立ち回りがうまいですよね。この火力が集まってしまうとブラックフェザーランスも一瞬で溶けてしまいますから、フロントラインを張ることも難しい。そしてフロントラインを張ってもリンゴがまだキャリーしきれるほどの装備ではない。さあ、耐えないといけない。物資力も非常に遅いですからね、 GG ニュータイプセカンド。さあ、リコール見て当然押してくるでしょう。なんとか合流間に合うが、さあ守れるか。サードタレットまで行かれてしまうととんでもない状況になるが、さあ目の前で膝蹴を打っている。さあ、ここはブロックできたが、さあ、トシタトにダメージが集まっている。ソーラストももらってしまうがどうだ。トシタトだけでも落とせるか。落とした。なんとかムカ落としている。さらにソングハナ、しかしオンポイントを回避しているが、おー、落としてる。しっかりうまい。アーケーショットが今のは、いや、オンポイントで避けたのもうまかったですね。ヘリオジェネシスを避けて、そしてリンゴはアキレスですかね。いや、とんでもないギリギリの戦い、非常に強い時間帯をなんとエースでしのぐことに成功したのは GG ニュータイプセカンド。しかも3-0エース、ムクイエの粘りが凄まじかったですね。よく捕まえた。素晴らしい動きになった。この膝けに合わせての仕掛けで、トシタトに一気にダメージを重ねて、ソーラストーンまた当たった時ちょっとダメかなと思いましたが、ヒヤッとした場面でしたけどね、最後落とし切りましたね。そしてここも一発、そしてこのヘリオジェネシスここで打つんですけど、これエースキーで避けて、あ、なるほど、アキレスで倒して、今のフェードハートはうまいですね。一度フェードアウトして逃げてからオメガとスーパーセルに任せつつとなると、まあこの後はエースという形でしたね。いや、うまかったですね、非常に。いや、状況は変わってきましたね、まあ、金鉱山のみのみですけど、お金差が縮まったので、むしろ今はタレットより欲しいオブジェクトですね、金鉱山、満タンの金鉱山。さあ、エースは取られたものの、まだまだヌーゲーミング側攻めていく。さあ、クルシブラブロックしている。コア崩壊はこれはスーパーセルのみだが、さあ、しかし適度に距離を取っているが、アキレスショットのダメージも大きいが、いや、倒しきった。バーストが高すぎる。残ったソング花では守りきれない。いや、 GG ニュータイプセカンド、戦い方完全に見極めたか。これは、いや、オルターカレントができてからのリンゴの火力が一気に上がりましたからね。いや、 3-0 のエースをまたしても決めたのは GG ニュータイプセカンドです。流れが変わるか。いや、アキレスショットのダメージも大きく出るようになりまして、トシサトを一瞬で落とすことができるようになりました。これがダブルレンジのカウンターと呼ばれるクリスタルリンゴの強さ。ウルトアキレスでもう7割くらいの HP が吹き込んでるので、まあ、そうですね、あとはちょっと雑でもムクが飛び込んで後始末をするだけで十分ですよね。いや、リンゴの成長が止まりません。どん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 お金を稼いで、さあ、レベル差もつきましたからね、あの状況から。いや、レベル差逆転しますね、オメガだけは。レベル12。オメガ、これは止まんないのではないか。ウルトレベル3段階目、また火力上がりますし、さあ、4手目、ブロックミスになると思いますけれども、準備も始めているので、まだまだ火力、ここから伸びるんですよね、クリスタルリンゴ。それが怖いところですよね。そうですね。いや、まだ、もう少し時間かかると思ったんですけどね。かなり3手目のオルターカレント、やはりエースで速くなりましたよね。先ほどの 3-0 エース、1回目の 3-0 エース。そうですね。あれで一気に火力が上がって、今のところでもエースをしっかり取り切って。さあ、日だけ早速打っている。これ守れるか、クルーシブル使っているが、さあ、飛び込んでいる。いやー、しっかりムク捕まえています。またしても同じ結果になっている。全く同じ集団戦の形、3回目。いや、そうですね、トシサトを捕まえるのが秀逸。またしても 3-0、 同じ展開、ダブルレンジ完封。これが
がクリスタルリンゴの強い動きですよね。1、2の3で膝蹴に合わせてみんなで走り込んで一瞬で1人倒して人数有利を作ってそのまま押し切るとですね。グレーブなんかでよく用いられるんですけど、ブラックフェザー、しかもウェポンのブラックフェザーでよくここまでのね、合わせ方ができるっていうのはすごいですね。まあ、ブラックフェザーでもやってるチームっていうのはちょくちょくいますけれども、かなりいい形で、しかも負けていた状況から気づけば3ケース逆転しますかね。いやー、このリンゴをどうやって止めるかですね。あとはもう捕まえる手段イニシエートをほぼほぼしない前提で組まれている構成ですから、ヌルゲーミングは受け切るしかないですよね、正直。そうですね。なので膝蹴一度やり過ごすといったところが求められてきます。そうですね。膝蹴からの無垢スーパーセルのイニシエートを逃げるしかない。さあ、しかし姿、おっ、あーあーあーおー、なんというバウンドだ。一瞬でムゴメがやられた。マリオ JPN、 今のはうまいですね。素晴らしい隙を見た一本釣りでしたね。ここしかないっていうオメガをドンピシャリで引っ張りましたね。これは素晴らしいプレー。いやー、イニシエートの手段がないと言いましたけれども、フォースアコードを決めれるとなると話は違います。さあ、流れが変わりましたね。今度はまたしても逆転の兆しが見えてきた。さあ、これムクイエではスキルが非常に難しい状況。オンポイントくらいしかないですかね。さあ、クラーケン戦本当に強いのがヌルゲーミングですから、いやー、取らせたくない、取らせたくないんですけど、ムクイエ、さあ、無理をするとね、ムクイエ持ちされかねない。さあ、おっと、オメガが来たのを見て、おっと、さあどうだ、ひざけだが、とスタート、ブロック。さあ、バフは消しましたね。消したのみで終わるか。のみですね。ちょっとムクも HP 的に無理そうなので、一回帰って体勢立て直したいと。さあ、これは分からなくなったぞ。まだヌルゲーミングもこのダブルレンジ構成でクラーケンは非常に強力なオブジェクトとなりますよ。リンゴなんか落とした時にはもうエンドイットも見えてくるのではないでしょうか。見えてきますね。さあ、早めにこれ処理するしかないのが GG ニュータイプセカンド。さあ、特別速くないが、さあ、クリスタルリンゴは十分速いですからね。さあ、なんとかリンゴ速いですね、処理している。やはりダメージは高い。さあ、クラーケンが来る前にもうすでに半分です。さあ、フォーサーが引っ張られてしまったか。しかし、崩壊などは合わせられず、しかしソーラーストームなどのダメージが合わさって、いや、すごいダメージ、疲弊疲労状態。これによってサロタルトは折れたと言ってもいいでしょう。遅れた苦しのおかげでなんとかこう崩壊反射できましたかね。うん、フォーサーごと失敗してしまったときはやはりその後の CC チェーンにね対応するのが、必要ですけれども、うん、ただもうその CC チェーンに合わせてソーラーストーム打ってきてるので、やっぱ引っ張られちゃダメですよね。あれ引っ張られてなければあさっての方向にソーラーストームが飛んでくだけなので、大事なスキルですからね。かなりの火力スキルを失う形になるので、相手としてもハイリスクハイリターンなフォースアコードからのコア崩壊ソーラーストームになってるので、マリオ JPN がここまでしっかり決めていますからね。逆に言うとクルーシブルはしっかりスーパーセルがミスなく合わせないと GG ニュータイプセカンドの勝利はないかなと。いやー、ここに来てフィンのプレッシャーというものが問われてくるスーパーセル。さあ、今一度クルーシブルをしっかり準備した心構えを持たないといけないですが、おっと、年里とスランバースク3武器にしました。なるほど、これがどう出るか。3武器、火力はめちゃめちゃ落ちますが、セレスがいるからそれで十分という判断、自分が一瞬で落とされることが最悪っていう判断ですよね。ですね。1ダメージも出せませんからね。さあ、いや、怖いぞこれ。さあ、フォースアコード打つ前に早い段階で仕掛けたいが、さあ、スーパーセルが、さあ、狙いはソングハラ。さあ、そしてブロックできているか。できているが、さあ、なんとか体勢の泉、そしてトシサトがリンゴのダメージを合わせていない。さあ、ムク落としきれるか、相打ち。さあ、しかしオメガのこのヘルスですから帰らざるを得ません。さあ、結果的には2一交換でヌルゲーミングが制している。これトシサトも帰らないといけないので、何もできない、結果何もできない。さあ、となると、まあ、この時間1キル分のゴールド差というのはあまり影響がありませんから、まあ、痛み分けということになるか。まあ、ただただ時間が伸びただけで、まあ、マリオ JPN が生き残ってる分だけこうして視界を奪えるだけヌルゲーミングの方が状況はいいですね、うん、次の集団戦に備えやすいのはヌルゲーミングというわけですね。さあ、ただスランバー見てましたかね、確認してましたかね。打ったのはソンハナのセレスでしたね、うん、しっかりその共有ができていたみたいですね、ま、オーラが分かれば スランバーのオーラすぐ分かりやすいので、この緑色のねふわふわしたのが浮いているのがすぐ分かればスランバース持ってるなとなるので、うん、まあ、一つをスーパーセル当てに行った時にもし気づいてすぐ共有できていたのであれば
いい判断でしたね。さあ、しかしセレスフォーカスにしたことでちょっと今までとは時代が変わってきましたよね。いや、ちょっとセレスが遠かったので、そのウルトに合わせてブラックレザーが突っ込むっていうのが遅かったですよね。うん、ケストレルよりも射程が長いのでそれが可能であるということ。さらにリンゴに対してケストレル見られています。さあ、膝け引っ張った。さあ、近距離になってしまった。引っ張ってしまった。これはやってしまったか。逆にこれをしっかり噛み合ってしまった。さあ、トシタとバーサスムクラがオンポイントはしっかり回避しているが、スランバーハスカここで発動しているが、どうだ。さあ、スーパーセルが壁になって、さあ、トシタとオンポイント当てている。最後はアキレスショットトリプルキルで、さあ、これは今まで救っていたフォースアコードが今度はアダとなった結果になってしまった。ちょっと噛み合ってしまいましたね。急いで引っ張んなきゃと思ってたんだと思いますけど、引っ張っても止まんないですからね。そうなんですね、スタンじゃなきゃ止まらないので、足止めや移動スキルでは止まらない。おっと、さあ、ソーラストームだが、ここはスーパーセルのみ。分かってますね。さあ、しかしタレット2本降りましたけど、クラーケンはちょっと難しいのではないか。セリスもスランバスクを準備、いや、買いましたね。徹底してリンゴ対策をすると。なるほど、まあ、クラーケンはいけないので、もう一回集団戦起こると思うので。確かにあのスランバハスクの1秒は長いですからね。この判断はいいと思いますね。まあ、今のクラーケンに行けていたら集団戦にならずにスランバが意味なかったかもしれないですけど、クラーケン行けないのでもう一回集団戦をしないといけない。おっと、もう打ちました。かなり迅速な行動だが、さあ、ここはスランバ発動。いや、ほぼノーダメージ。さあ、これ集団戦にするかどうかですけれども、ただ30秒でウルト打てるので、まあ、スランバーの方がもちろん早くは空いてしまいますから意味はないんですけど、ええ、まあ、相手にクラーケンをやらせないっていうだけでも、まあ、十分日ざけの価値はあるといえばあると思いますが、まあ、逆に言えば自分たちは30秒間仕掛けることはできなくなるので、できればアキレスショットで剥がしてから打ちたいのが本音ですよね。確かにスランバーハスクは発動が早いので、アキレスショットでも十分スランバーは発動させることができます。おそらく発動させるにはアキレスショット以外は足りないと思うので、ええ、まあ、オメガがアキレスを打つ距離に入りたい。ただその距離に入ると膝けを打とうとしても、セレスやケストレがダメージを重ねられてしまうというのがジレンマですね。そうですね。さあ、いい視察、膝けを打ちました。あと、また引っ張った。またしてもさらにスランバー発動貫通させるダメージ。さあ、これは決めていったが、サソンガーなんとか生き残りたい。しかしムクリエ一人では倒せないのではないか。やった、セレスが頑張ってる。スランバーハスクも発動している。ネバルソングハナ、さあ、クイズはギリギリ当たってない。さあ、オメガギリギリ生き残った。残ったのはマリオ JPN のみ。さあ、どうだ、このヘルスだとエンドイットは難しいが、あと、まずい、スーパーセルが落ちるとスーパーセルが話が変わるぞ。さあ、全員がローヘルス。一発ムクがもらったことによってなんとかなりましたかね。帰ってクラーケンですかね。しかし19秒後にトシタとは湧きます。これもう一度集団戦となるとかなりね、難しくなっていきますけれども、さあ、一死一殺のスティールが怖いですね。集団戦はあのセレスがいないのでないと思うんですけど、まあ当然やるでしょう。まあ、2対3の集団戦って形になるかなってところですけど、さあ、ケスルが湧いて、これは運命を分けるクラーケンです。ウルトありますよ。これフォースアコード引っ張って壁をどけてからのゴールもありえるんじゃないですか。確かにフォースアコードのダメージもありますね。さあ、フォースアコード、さあ、スーパーセルだけ引っ張られたが、取ったのは、GG ニュータイプセカンド、そしてスーパーセルのみクラケンバフが剥がれた。まあ、キャプテンであればいいでしょうと。さあ、となるとヌルゲーミングちょっと苦しいですね。その強制的に当たるというような構成ではないので、早い段階でクラーケンを勝利して、もう一度集団戦をしかないですね。持ち込むしかないですね。さあ、早速きましたね。もう打ってる。さあ、スランバーハスクは発動するでしょう。まあ、30秒あればクラーケン戦中にもう一回湧くと。おっと、あれ、これ反射できてないですよ。おっと、かなりの連射。さらにアキレスショット届いているが、どうだ。リンゴ VS ケストレル、なんとかミストレ逃げることに成功。さあ、しかしソングハナがかなり至近距離一つ入っている。スランバーハスク発動して粘っているが、どうだ。オンポイントだが、キャプテンとジャングラーの相打ちではどうしようもない。マリオ JPN も落とされるでしょう。となるとトシタと一人で守らないといけないが、さあ、ただ回復ミニオンをリンゴが買って戻ってくるので、さあ、と膝けも間を間もなくといったところでしょうか。さあ、一死一殺、この隙の間にスランバーを吐かせたい動きでしたが、吐かせられなかったですけど、これはきつい。さあ、となるとこのクラーケンまで処理しないといけない。いやー、ちょっと無理ですね。トシタとリンゴはどうしよう、無理だ。さあ、さらにバラの革命から一瞬で落として、さあ、これは文句なし。最後の最後、
燃焼を防げていなかったのも大きかったですけれども、いや防げていないと思ってゆっくり GG ニュータイプセカンドも押してたんですけど、燃えていることを確認した瞬間に走り出して一気に、いやーギリギリの攻防、最後の最後制したのはこのね、やっぱりハードキャリーでありますリンゴ、ダブルレンジの天敵でしたね。そうですね、いやちょっとミスになってしまったのが痛いシーンでしたかね、最後のところ